国内男女平和 ×PGM チャリティゴルフ24日 PGM ゴルフリゾート沖縄沖縄男子 7116YD 女子 6359YD パー73今季から米女子ツアーを主戦場にする吉田優利は3月21日木曜日開幕のファーヒルズパクセリ選手権カリフォルニア州パロスバーデス GC で初戦を迎える。翌週、フォード選手権、アリゾナ州セビール G&CC との2連戦でルーキーイヤーを始動させる。昨年12月の最終予選会、Q シリーズを通過して新天地の出場資格をつかんだ。1月の開幕第2戦、LPGA ドライブオン選手権の参戦を見送り、次週の国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディス、沖縄、琉球 GC 等も欠場。オフの間、新しいスポンサーさんの挨拶だったり、もろもろ残っているお仕事がありました。しっかり準備してから行きたかったのでスキップさせていただきました、と充電してエネルギーを蓄えている。基本は向こう、米国、に専念したい。24日の1日競技では男子プロの長野龍太郎と組んでペアマッチを戦い、3位タイに入った。沖縄に来られて楽しかったですし、こんなに風が強い中で、高麗グリーンでやることもあまりないので勉強になりました。初戦の会場はロサンゼルスエリアの南に位置する。アップダウンの激しさ、グリーンの癖の強さが特徴的だ。デビュー戦までは3週余り、今日は結構、良いゴルフができたけれど、ラウンドをなかなかしてこなかったので、その分を今から調整していこうかなと。まだちょっと時間があると感じている。目標に向けて、自分がやるべきことをこなしてから飛びたい、と黙々と調整を重ねていく。